すげえ、すげえ、本物だぞ、キビト。殴ったんだ。今日はですね、僕はなんで人間が宇宙に行くかということをお話ししたいと思います。地上にもいろいろ問題があるよね。環境問題だったり、人種の問題だったり、それから経済の問題だったり、いろいろ問題があるけども、じゃあなんで宇宙に行かなきゃいけないのか。僕はそういう時に一つの例え話をいつもします。皆さんが自分がアリだと思ってください。アリ？で、ここに一本の線を引きます。地面に。まず最初に線の上を前後だけにしか歩けない一次元アリさんだと思ってください。皆さんは線の上を前に行くか後ろに行くかしかできない、そういうアリさんなんです。そこに僕がポッと石を置いたとします。そうすると一次元アリさんは前に行こうと思っても、その一次元アリさんは小石のせいで前に行けなくなっちゃいますよね。つまり世界の終わりなんですね。そこに前後と左右に行ける二次元アリさんがやってきます。おい、ダメだって、線を出ちゃう。誰がんなこと決めたんだ。二次元アリさんはその小石を見て言います。横に回っていけばいいじゃない。大丈夫だって、ほらほら。おお。そうして二次元アリさんはその小石を越えてまた先に進むことができました。そうして歩いていくと、今度は横方向にもずっとつながっている石の壁があったとします。二次元アリさんまた困っちゃいますね。前後に行っても左右に行ってもその壁の向こう側には行けなくなってしまう。二次元アリさんにとっては世界の終わりです。どうしていいかわからない。そこに今度は前後と左右と今度は上下にも行ける三次元アリさんがやってきた。三次元アリさんはその壁を見て言います。乗り越えればいいじゃない。そうして三次元アリさんは横にずっとつながっている壁を乗り越えてさらに新しい世界に進むことができます。この話で僕が言いたいことは、上から見るあるいは下から見るといった別の視点を持つことで新しい解決策に気がつくんじゃないかと。宇宙に人間が行くということは単に遠くの星に行くだけではなくて、地上で僕たちが今抱えている問題を新しい視点から見て解くことができるんじゃないかなと。それが本当に僕たちが宇宙に行きたいっていう理由じゃないかなと思います。なるほどね。野口さんのアリの話で私と日々とはすぐに納得したものだが。